サドウェイシンガーソングライターのトモと申します。よろしくお願いします。今日もですね、ミックスボイス、ボーカル、歌、練習される方に向けてちょっと練習のコツポイント1個ご紹介したいと思います。で、今日はですね、ちょっとね、サムネにもドカンと書いてると思いますが、裏声をちょっと活用して、ミックスボイスとね、習得をしていこうっていうことのメリットについて、ちょっと改めてちょっとお話、ご紹介をしていこうと思います。裏声。っていうあれですね。当然高い声出るんだけど弱くて歌に使いづらいというあの裏声で、当然裏声をね練習に活用された方も結構いらっしゃると思います。で、裏声は裏声で大事ってことも分かってる方もいると思いますが、この裏声の大事さ、いまいちその歌にはちょっと使いづらいとか、その裏声からどうやってミックスボイスにつながるのっていう疑問を持ってる方もまだまだいると思うんですよ。そのみんな いいよっていうのはなんとなく言ってるようなあの話は聞こえてくるけど、じゃあどういう風にいいのとか、どんな風にミックスボイスつながるのっていうようなところを改めてね、ちょっと穴がある方はそれを埋めてもらうとか、またそもそも裏声がなんでいいのか分かんないって方も、ちょっと今日の動画はちょっとなるべく包括的に裏声がミックスボイスのためには、高い声をね太く発生するためには必要だよってことをあの理解してもらうためにね、あのちょっとお話ししていこうと思います。で、裏声をするメリットについてちょっとまずお話ししようと思うんですけど、裏声高い声が出ますと、ただ弱いです。ただこの弱いというところを除けばミックスボイスに限りなく近い発声のフォームができてます。高い声ですので、はーっていう状態、これは本当にミックスボイスにかなり理想的な喉の状態です。ちょっと言葉を具体的に述べていくと、1個目、そもそも高い声を発声する喉の状態を、実感として感じることができます。はーちょっと専門用語で少し解説すると、あーという高い声、裏声でもあーと出してるときは喉、声帯がテンションされてる、伸ばされてる状態ですね。その伸ばす動きっていうのはこの臨場向上筋といわれるこの喉の時のちょっとあへんにある声帯を引っ張って伸ばしてくれる筋力があります。インナーマッスルなんですけど、その筋力、あーって裏声を出すことによって声帯の、テンションとその筋力、その向上筋、臨場向上筋というのを動かすこのトレーニングもなるので、そもそも高い声を発声する練習にもなってます。すでに裏声がミックスボイスも高い声を太く発声するの高い声の方ですので、裏声の発声はそのまま高い声を発声する、もしくは音域を広げるっていうことにもなりますので、もうこの時点でもう裏声ミックスボイスにつながるっていうことをだいぶ意識して理解してもらえるかと思うんですけど、発声自体高い声を発声しているので、その状態、声帯のテンション、臨場向上筋を使う、高い声を発声するために必要な喉の動きをもう疑似体験できるという、疑似というかもう体感できるところですね。これ1個目です。で、2つ目、声帯のテンション、先ほど申し上げました高い声出す時っていうのは声帯がキューと伸ばされている状態で、で普段の時は別にこうダユンダユンってわけでもないんですけど、普通の状態から高い声になるつれて、こう声帯が伸ばされる。この伸ばされること自体にも結構いい効果があって、柔軟性とも言えますが、いつもこうやってハッ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 っていう風にいつも同じ地声の声帯が伸ばされない状態ばかりやってると、この声帯が伸ばすっていう状態に慣れてないことは、歌このまま高い声風にあーってやっぱり地声の張り上げになってしまったり、あーってこう裏声が思いのほかひっくり返りやすくなると。なのでこうなー伸ばしたり戻したりっていう、こう裏声を使うことになるておくと、柔軟性、つまり声帯、声区融合といわれる高い声から低い声までこううまくつなげやすくもなるっていうのもあるので、柔軟性、声帯のテンション伸ばされることがこう裏声でね練習でやっておくと柔軟性が持ちますよ、音域もつなげやすくなりますよ。これが2つ目で、3つ目、音程が取りやすくなります。特に高い声っていうのはあーってこう取り限界値超えたちょっと上辺とかのとことんでくると、もうそもそも音が取れてるのかちょっと音がフラットしちゃうとか、こう取りたい音に対して少し下低めになっちゃってるとかっていう、いわゆる音痴と言われるような部分になっちゃうんですけど、裏声の発声練習しておくと高い声を楽に取れる声のフォーム、声帯のフォームなので、あーとこう高い音でもスッと取りに行ける、楽に取りに行ける、つまり音がブレにくい、フラットしにくい、まで音痴を解消しやすくなる、音痴っていう度合いとかね、そういう条件もあるんでなかなか一概言えないですけど、あーという裏声を、しっかり練習しておくと音もしっかり高い声も高い音もしっかり取りやすくなるということが一応メリット3つです。一応まとめます。1個目、高い声、そもそも音域を広げることにもなりますね。2個目、
声帯のテンションしなやかさもつくので、あー低音からこうつなげやすくなりまして、3つ目あーという高い声でもあっても高い声をスッと取りに楽に、あと正確に取りに行くことができます。まあこの時点でまだ太さはありませんが、高い声を発声する裏声っていうのが今の3つのメリットを見てもらうだけでも随分やって損はないと思っていただけるはずです。で、まあ一方でね、まあ、裏声はしゃ、かといって裏声はそのまま裏声使いづらいよ、声弱いじゃないか、サビだと全然迫力出ないんだよっておっしゃる方もその通り、あの裏声は確かに、まあ、一応デメリットもいくつかささっと並べると、あと声に個性が出てくるということですね。あの地声だったらいろいろな声声質出やすいんですけど、でやってしまうと声にもう個性がなくなってしまうので、やっぱり歌としても魅力が半減しやすい。で2つ目が、まあ、歌ねうまく取り入れないと、こうねーなーってこうなんかこう裏声のとこだけヘンテクリンにこうヘヘってなっちゃう。うまく使えば全然表現としてはいいんですけど、なんか裏声があまり裏声そのものも見張ったはずだと歌として歌にも使いづらいと。であとはその声と体の統一感がないってことですね。まあ、あ地声だったら、あ出そうと思った声の太さが出るんですが、裏声だとこう思ったようなこう声の感じが出しにくい。まあ、ってこうしっかり声帯の部屋とか息の響かせ方とか、こういう感覚をしっかり持っていれば裏声の感じと声、体の感覚で一致しやすいんですけど、まあ、それもなかなか難しいと。なので、まあ、裏声もね、あのやり方によってはうまくできるが、まあ、そのままだと使いづらいっていうのももちろんありますよってことも一つ挟んでおきながら、裏声がおすすめというときなデミレットだけで終わっちゃうと、じゃあやっぱダメじゃんってなっちゃうので、じゃあ裏声がミックスボイスにつながるちょっとその具体的な練習メソッドも最後にご紹介します。でこの辺の練習メソッドがそのままミックスボイスの必要な要素にもつながってくるので、まあこれ一個一個練習することによってミックスボイスにつながっていくはずです。じゃあ1個、あごめんなさい、3つですね、3つ、ご紹介します。動物の鳴き声鳴き真似シリーズとして3つです。裏声を使った動物の鳴き真似鳴き真似シリーズですね。1つ目、フクロウですね。ほうほうほうです。裏声を使います。で、フクロウのほうほうほう、まあ、あの声の形、喉の感じがわからない方はまず地声に落としてもらって、ほうほう、ハヒフヘホのほうです。ほうほう、このほうのフクロウさん、裏声に変わります。フクロウの鳴き真似、これ1個目。ちょっと3つ全部一通りご紹介してからこの練習の、まあ、その目的とかメリットを紹介します、説明します。で2つ目、猫ですね。猫のモノマネで裏声発声です。ミャーミャーです。まあミャーって別に下げなくてもいいんですけど、猫ってミャーってなると思うんで、この感じまずまだポイント1個目、フクロウと同じように地声に落としてもらって、ミャオミャオ、まずミャオのこの猫のモノマネをまず実践できるか確認します。ミャオで裏声に行きます。ミャオミャオミャオです。まあ裏声の高さは皆さん自身のやりやすい音程にしてください。私は今ミャオ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 、まあ今これは配信ですけど、ミャオミャオです。裏声で猫、これが2つ目で、3つ目、狼のモノマネ。まあ狼なのかって言われるとちょっとね、あの裏声でこんな声した狼いませんが、まあまあまあ、あの狼、またこれも地声に一回落とし、ちょっといかついお兄ちゃんみたいな感じです。裏声に持ってきます。これが狼プラス裏声。一応3つご紹介したのはフクロウプラス裏声、2つ目、猫プラス裏声で、3つ目狼足す裏声、まあ、全部裏声とくっつけて動物のモノマネをしました。でこれ何をやってるかっていうと、まあ、一応それぞれ役割があります。まず1個目、フクロウ、まあ、全部裏声がくっついてるので高い声声帯のテンションはされたまま、フクロウの場合は喉を広げてここ響かせてます。なので普通のハーハーの裏声に比べて響きがある分声に太さが出てると思います。です。なので喉を開き、
多少声帯の閉鎖も加わってる感じはあります。ただ普通にパーってやるよりもフクロウで頬裏声やると喉を開き響きが増え声帯の閉鎖もちょっと出ます。これがポイント、この練習のメリットですね。で猫についてはミャオ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 鼻腔共鳴が加わりやすいです。ミャオ加えて声帯の閉鎖もかなりしやすくなります。つまりこの鼻腔共鳴高い声で響かせることができると声に響きボリューム太さが出てきます。ミャオ声帯の閉鎖も加わることで、まあ、これも声帯の振動がしやすくなるので声の輪郭つまり太さもしっかり出てきます。ミャオミャオ猫のモノマネで声帯の閉鎖響き太さを出してきます。これが一応まあミックスボイスつながる、まあ、メリットですね。まあ、猫が2つ目でした。で3つ目、まあ、このオオカミも結構フクロウのかなり近いところがあるんですけど、全般的に広がります。フクロウに比べてオオカミの方が結構鼻腔、口の奥、喉、全般的に響かせた感じ、まあ、遠吠えの感じに裏声なので、まあ、遠吠えってやっぱりねおーとこう、まあ、ちょっとね迫力のあるというか、まあ、太さの代名詞みたいなところもあるので、まあ、このフクロウのモノマネと結構似たところがありますが、オオカミの場合は鼻腔、口、喉全般的に響かせる、つまり太さにつながりやすいと。なんで、まあ、あの結局、まあ、裏声、高い声を太く発声するのがミックスボイスですが、裏声っていうのがまず皆さんできる高い声が発声するできることの一つ発声のポイントです。でこれにさっき言った動物のモノマネ3つ加えることによって声帯の閉鎖とか響きが加わり太さにつながる、つまり裏声の高さとモノマネの太さ、これを合わせることによってミックスボイス高い声を太くっていうことにつながりやすくなるということですね。まあ、この練習一個一個がまず、まあ自分のねミックスボイスのこのどういう感覚なのっていうのをこう分解して、あの猫の鼻腔共鳴と声帯変だとかフクロウが喉を開けるとか、もう自分にとって必要な部分があれば、じゃあこれ私は猫、私はこっちフクロウやってみるとか、用途が分かると、まあ、そのちょっとねまた用途も概要欄に書いておきますので、あの自分に必要な練習を取り入れてもらってミックスボイスに近づいてもらえるといいかと思います。で今日はの裏声のね、メリット、練習するね、まあ、お得だよってことをねちょっと全力でお話しました。だいぶねこの時間内だけはだいぶちょっと話しきらないんですけど、まあ、ちょっと機会があればねまたお話しようと思います。絶対ミックスボイスの裏声が必要です。で裏ミックスボイスをやり始めても裏声の感覚は絶対に必要になってきます。なのでこの辺はあの忘れないように、あの演技ボードマンばりに覚えてもらえると嬉しいです。ということで今日は裏声についてお話ししました。歌ねボーカルミックスボイス歌練習されている方にね、あの動画の方を撮っていきますので、興味のある方はねチャンネル登録、グリーンボタンしてまた次の動画でお会いしましょう。あの音楽サロンやってます。さらにね歌作曲ギター弾き語りなどね追求したい方はぜひチェックしてみてください。では次の動画で